分かっているか。時間は守る。あと10分。あと20分。このままだったら楽だけれど、お金がないからちゃんとするよ、ちゃんとする。わかっているから、嘘な日々を描いた、あの人同じ夢を見た。どうしてそこにいる。まぶたの裏月が惑われたり、何を選んでも遠くはないけど、犬じゃないからよりこの日はする。あの人同じ夢を見た。どうしてこうなった、まだ夢の坂。どうしてございます。次の曲はこの前久しぶりに歌って、すごく何でしょうか、久しぶりの曲なんで。間違うんだな。あ、井戸翔太です。よろしくお願いします。自己紹介忘れてましたね。そう、次の曲は久しぶりに歌って、ミスるかなと思ったら、あんまミスらなくて、あ、よかったと思って。でもそういう曲に限って2回目やった時にすごい歌詞忘れたりとかするんですけど、僕は。まあ今から歌うんですけど、ジンクスを破りたいですね。少年って曲ですね。
矛盾だらけでわからなかった。求めることと求めるものが浮かれすぎてわからなかった。偶然のことと偶然のものがいつも願っていたけど見苦しく血がつくだけで目をつぶってみたけど視界から焦燥感が消えてくれないよ。聞こえるかこの悲鳴が扉を突き抜けて気がついたらここで一人どこにいても僕は僕だった。大人になると変わると思ってた。遠回りしすぎてわからなかったんだ。大切なことと愛すべきものがギターをまた鳴らしてみるよ。あなたの心に痛いからリアルという名の高い壁は想像以上に壊せないけど、ああ答えはどこにあるの。誰か教えて。気がついたらここで一人だ。少年は靴を履いた。誰にも内緒でこの街から遠い場所まで行こう。Go
ろう。ありがとうございます。